アラジンとハーメルンの二人が現実世界に現れたのは、シノアリスがリリースされる2年前のことだ。当初はさすがの二人も混乱した。しかしこの世界の様子を見るうちに、ある事柄に気づいたのだ。人が求めるものに変わりはないと。みんな金が欲しいんだろ。皆様、美を求めているのでしょ。悟った二人は、この世界のありとあらゆる富と美を手にする手段として権力を欲した。そうして行動を起こした二人は、たった2年で総理首席秘書官にまで上り詰めていたのだ。優秀な僕たちにかかれば政治の中枢に潜り込むなんて簡単だったけど、その柱たる総理が死んでしまうとはね。あの方には政界への根回しが完了するまで生きていて欲しかったのですが、ね、まあ富を持つ僕たちなら切り抜けられる。そうですね、私たちは美しいですから。スタンディングオベーション。二人の間でコンセンサスが取れるまでほんの数秒だった。まだ総理に死んでもらっては困る。だとしたらやることは一つさ。アラジンがランプの魔法で総理の遺体に防腐処理を施すと、ハーメルンが笛を奏でる。すると死んだはずの総理が生きているかのように動き出した。いわゆるゾンビというものですが、致し方ありませんね。どんよりとした目で首相官邸に向かう総理の後を追って、二人も歩き出す。とにかくこれで恩助に戻った。頑張ってくれよ、ゾンビ総理くん。総理をゾンビにして1日目。全くもって何の問題もない。周囲の議員はもとより、家族ですら気づかないようだ。ハーメルン君の笛の力は素晴らしい。総理をゾンビにして5日目。いやはや、アラジンさんのランプの力は凄まじい。ここまで完璧に遺体の保存を行えるとは、羨ましい限りです。総理をゾンビにして7日目。ゾンビだとバレないよう、不要な会合や接待をリスケした。文句を言ってくる輩もいたが、ハーメルン君がうさんくさい笑顔で追い返してくれた。やはり彼は頼りになるね。総理をゾンビにして11日目。死体に考える力はないので、必然的に私とアラジンさんで総理の職務を代行しているが、彼の経営者としてのセンスに舌を巻く。国を一つの会社として見ているようだ。総理をゾンビにして13日目。コストカットのために、不要な人材のリストラを提唱したら、永田町から文句の嵐だ。国民の税金にたかる盗賊たちは美しくないね。おや、ハーメルン君の口癖が映ってしまった。総理をゾンビにして17日目。献金だの派閥だの脳なしどもが騒いでいます。いい加減、政界のパラダイムシフトをすべきでは。
おっと、アラジンさんの口調が映ってしまいましたね。総理をゾンビにして19日目、もっと早くからこうすべきだった。総理を傀儡にして僕たちで政治を主導すれば、こんなにも物事がスムーズに進むのだから。持つべきものは有能なパートナーだね。総理をゾンビにして23日目、私たちは美と富を追求して邁進する。邪魔をする者は消していくだけ。ああ、なんて楽しいのでしょう。持つべきものは美しきパートナーですね。総理をゾンビにして1ヶ月、アラジンとハーメルンの2人による政治は富と美に偏っていた。それゆえ国会も省庁も混乱し、そこに付け入ろうとする輩も増えている。今まさに陳情にやってきた彼もその一人だ。表現規制を推し進めるべきです。漫画にアニメ、特にゲームはいけない。あれは子供も大人もダメにします。あんなものにみんなが夢中になっていたら、そのうち世界が滅びます。今すぐ規制を。ゾンビ総理とその後ろに控える秘書たちに彼は必死で訴えた。そんなにもゲームは悪いものですか？ええ、この世の悪です。特にソシャゲ、無垢なユーザーからガチャで金を搾取し、あまつさえ時間すら奪っていく。なるほど、不当な搾取はいけないな。時間を適切に使えないと外見に影響も出ますね。だから規制してください。特にあのゲーム、私から数百万をむしり取ったあの、シノアリスを。アラジンとハーメルンは男から特にひどいと訴えられたゲームを調査すべく、開発会社がある六本木へと向かった。しかし。ああ、面接の方ですね。お待ちしておりました。こちらへどうぞ。どうやらシノアリスで設けたポケラボは社員大量募集の真っ最中だったらしい。いえ、私たちは。受付嬢に誤解されて戸惑うハーメルンにアラジンがこっそり耳打ちする。ちょうどいい、面接という体で探りを入れよう。二人はそのまま面接を受けた。そうして1ヶ月後。